翔くんの涙はファンへのメッセージ。ナンバーアンダーライン愛で叶える夢と未来。翔くんの涙は嘘じゃない。ナンバーアンダーライン愛、結成の裏側で語られる本音と葛藤。翔くんが新しいグループ、ナンバーアンダーライン愛として再スタートを切ったとき、多くのファンは複雑な感情を抱いたことでしょう。彼はキングプリンスの一員として大成功を収め、そのキャリアの頂点に立っていました。 しかし、突然の転機に、彼自身も未来への不安や迷いを抱えていたことは明らかです。特に、彼がステージ上で涙を流し、感情を抑えきれなかった場面は、多くの視聴者の心を打ちました。これまで完璧なパフォーマーとして、常に前向きな姿勢を見せてきた彼が、あの瞬間に見せた脆さは、彼の人間らしさを強く感じさせた瞬間でもありました。その夜、 彼の涙に多くのファンが胸を打たれ、共に涙を流したのは当然のことです。ファンは彼の感情に寄り添い、彼が背負っていたプレッシャーや、これまでどれほど頑張ってきたかを痛感したことでしょう。翔くんは、感情を隠さず、その瞬間に感じたままを表現することができる人です。これが彼の魅力であり、ファンが彼を愛し続ける理由の一つです。ステージで泣くという行為は、 彼が強さと同時に人間らしい弱さも持っていることを示しており、それがファンにとっては一層愛おしく感じられるのです。あの夜の涙は、彼自身にとっても大きな解放であったかもしれません。これまで彼がどれほどの重圧の中で生きてきたかを想像することは難しいですが、ステージでの涙は、そんな彼がついにその重荷から解放される瞬間を迎えたことを象徴していたのではないでしょうか。 ファンが彼の涙を見て安心したという声も多く聞かれました。それは彼が無理に感情を抑え込むことなく、素直に泣くことができたからです。感情を抑え込んでしまうことが、どれほど心と体に悪影響を与えるかは、過去に彼が帯状疱疹に苦しんだことからも明らかです。だからこそ、彼がその瞬間に泣くことができたのは、ファンにとっても、彼自身にとっても必要なことだったのです。また、 その場にいたメンバーたちの支えも忘れることはできません。神宮寺君はいつも翔君の涙に気づき、すぐに寄り添い、彼を励ましてきました。その優しさと頼もしさは、これからも翔君を支えてくれることでしょう。そして、岸君も同じように涙をたえていたように見えたのは、多くのファンが感じたことでした。彼らの絆は、表面的なものではなく、深いところでつながっていることが明らかです。 その一方で、ファンの中には神宮寺君自身がどこで涙を流しているのか心配する声もありました。彼はいつも他人を優先し、周りの人々を支える役割を担ってきましたが、彼自身が感情を解放する場所があるのかという疑問は、ファンにとっては心に引っかかるものだったのでしょう。感情を抑え続けることが、どれほど大変なことであるかは、将君の経験からもわかることです。だからこそ、 神宮寺くんも自分の感情に正直に向き合う瞬間を持ってほしいという願いが込められているのです。さらに、翔くんが歌えなくなったとき、すぐにそのパートを引き継いだ岸くんと神宮寺くんの行動は、彼らの優しさとチームワークの強さを象徴しています。彼らはただのグループメンバーではなく、互いを理解し、支え合う家族のような存在であることが、この行動からも伝わってきました。翔くんが涙を流す瞬間、 その空間には温かさと深い信頼が流れていたことでしょう。また、他のメンバーたちもその場で感情を抑えることができなかったことは、多くのファンが目撃しました。特に海ちゃんが、翔ょくんが泣いていることに気づいた瞬間に、自分の感情のスイッチが入ったかのように涙を流し始めた姿は、多くのファンにとって心温まるものでした。彼はその瞬間、子供のように泣いていましたが、 それがまた彼らの絆を強く感じさせる場面でもありました。その一方で、ヤスくんも優しく翔くんの肩に手を置き、彼を支えようとしている姿が見られました。こうした小さな瞬間の積み重ねが、彼らの強い絆を感じさせ、ファンにとっても忘れられないシーンとなったのです。翔くんが泣き出したとき、隣で泣いている海ちゃんに気づいて肩に手を回して支えてあげようとする姿も、彼の優しさを象徴するものでした。 そんな彼らの優しさと絆が、ステージ上で何度も垣いまみられ、その度にファンの心に深く響きました。しかし、翔くんが涙を流しながらも、どこかで自分の感情に折り合いをつけようとする姿には、彼の成長も感じられました。彼は新しい道を進む覚悟を決めており、未来に対する不安と同時に希望も持っているのでしょう。彼が歌った、ビューティフルフラワーは、 その瞬間を象徴するような曲であり、彼の未来への期待感と感謝の気持ちが込められているように感じました。ファンにとっても、この曲は特別な意味を持つものであり、彼が最後にこの曲を届けてくれたことに、感謝の気持ちを感じたことでしょう。Beautiful Flower フフの歌詞が響くたびに、彼らのこれまでの歩みと、これからの未来が交差するような感覚を覚えます。ファンは、この曲を聴くたびに、 彼らの成長とともに自分自身も成長していくような気持ちを抱くのではないでしょうか。そして、翔くんがこれからどこに向かうのか、彼の未来を見守り続けたいという思いが強くなるばかりです。彼のキャリアはこれからも続き、ファンと共に新しい章を迎えることでしょう。翔くんが新しい道を歩む中で、ファンの支えがどれほど重要な役割を果たすかは言うまでもありません。彼はステージの上で輝き続けるために、 多くの挑戦を乗り越えなければならないでしょうが、その背後には常に彼を支えるファンの存在があるのです。ファンもまた彼の成長を見守りながら、自分自身も共に成長していく存在でありたいと願っていることでしょう。この新しい冒険が翔くんにとって素晴らしいものであることを、多くのファンが信じてやみません。彼の感情を素直に表現できる場所があり、彼を理解し、支えてくれる仲間たちがいることは、 彼がこれからの道を安心して進んでいくための大きな力となるでしょう。そして、彼が再びステージに立ち、笑顔でファンと共に未来を切り開いていく日を、みんなが心から待ち望んでいます。翔くんの新たな挑戦に対するファンの期待と不安は入り混じったものですが、彼の強さと感受性のバランスが、これからの彼の道に光を照らすことでしょう。ファンにとっては、彼がどういう形であれ、 新しい一歩を踏み出してくれることが大切なのです。たとえそれが以前のグループとは違う道であっても、彼自身が成長し続け、輝き続ける姿を見ることが、ファンにとっての何よりの喜びであり、励みです。翔くんが新しいグループ、ナンバーアンダーラインアイとして再スタートを切ったことは、彼にとっても大きなチャレンジであり、同時に新しい可能性を広げるものです。ナンバーアンダーラインアイの結成は、 単なる新たなグループの誕生ではなく、これまでのキャリアをベースにした新たな創造性と挑戦の場でもあります。岸優太くんと神宮寺優太くんという、共にキング・プリンスで活躍してきた仲間と再び肩を並べて活動することは、彼にとっても安心感とともに、新たな意欲をかきたてる要素となっているはずです。3人での新たなスタートは、ファンにとっても感動的であり、同時にその未来に大きな期待が寄せられています。 しかし、翔君にとって、この遺跡はただのステップアップではありません。彼がキング・プリンスの一員として過ごした日々、そしてその別れは、彼自身にとってもファンにとっても感情的に非常に大きな意味を持っています。彼がグループを去った時、多くのファンが彼の未来を心配し、同時に応援の気持ちを持ち続けていました。その感情は、あの涙の瞬間に集約されていたと言えるでしょう。 翔くんが流した涙は過去の自分との決別でもあり未来への覚悟を象徴していたのかもしれません。